アダルトビデオの出演強要問題に国政からもメスを入れます。普通のですね、女子高生とか若い女性の皆さんがモデルになりませんかとか、アイドルに興味ありませんかと、そんな形で声をかけられて、何もよくわからないまま契約書にサインをさせられて、若い女性がアダルトビデオに無理やり出演させられる被害が社会問題化する中、公明党がプロジェクトチームを立ち上げました。今後被害の防止や被害者支援策などをまとめ、政府に提出する方針です。